江原貴子、川地綾子、桑田君江の共同生活は誠に楽しく快調である。さまざまな世間を知るたびにその問題は三人のねぐらに持ち込まれ、けんけんがくがくするのもひよっこに羽が生え始めたからかもしれない。貴子は推理作家高畑南風の奇妙な夫婦像を知り、鬼編集長の柴山が家庭においては子煩悩で母親思いなのを教えられたり、